はい、皆さんこんにちは。テルチャンネルのテルです。さて、今回はですね、こちらの N 版、これ購入してからね、もう少しで3ヶ月になるんで、まあいいところもあればダメなところも見えてきてしまってるんでね、今回は N 版のダメなところを3つ紹介してみたいと思います。まあね、これ内容的にね、ダメなところなんで、N 版のオーナーが聞いたらちょっと気分悪くなっちゃうんじゃないかなっていうような内容なんで、見ない方がいいかもしれません。さて、それじゃあね、行ってみましょうか。はい、ダメな点、まず一つ目はこちらのスペースがダメ。どういうことかと言いますと、運転席の方に行きましょうかね。はい、運転席の方に、はい、座りました。じゃあ今ね、会社から帰ってきたっていう設定でね、行きましょう。じゃあ会社から帰ってきて、家の駐車場に着きました。それで隣がね、いつも、まあ、自分のやつはこれ倒しちゃってあるんで、こう靴脱いでそのまますぐ後ろに行けちゃうわけなんですよね。で、後ろに行って、まあ、ここ座っちゃったりなんかしてね。まあ、座っちゃったりなんかして、まあ、もしかしてこう、寝っ転がっちゃったりなんかした日にはね、もう、起きれなくなっちゃうんですよ。ね。家に帰ってきてるのに、家に帰れない。ダメでしょ。それでは、二つ目のダメなところ。こちらのね、色なんですけど、こちらサーフブルーっていう色にしたんですけどね、私。このサーフブルー、とにかく可愛すぎる。まあ、このカラーね、ホンダの車なら他の車でもあるんですけど、とにかくこの N 版のサーフブルーが可愛すぎる。まあ、私ね、もう40代になるんですけど、40代のおっさんがこんな可愛い車乗ってちゃダメでしょ。それでは3つ目はね、まあいいにしようか。それじゃあ